今日は空町に来ています。スカイツリー綺麗です。遠くから見ないとわからないですね、イルミネーションは。ここは音が大きいので大声で喋ることもできないので、ちょっと歩きながら喋ります。こんな風に動画撮ると思いませんでした。こんな風な方法もあるんですね。ちょっとたまには皆さんおしゃべりしましょう。音楽聴きながら。さて、王の時代、どんなところで皆さん知り合いましたか。王の時代の話を教えてくれた人、あなたを思って苦しみをね終わらせましょう、そういう気持ちで紹介してくれたと思います。だからそういう人とのご縁大事にしてください。私は王の時代の話を自分が大事だと思った全員に話しました。もちろんね、イエスと言わなかった人もいるし、あのファンになってくださった方もいるし、その後ね、私に本を書けと言ってくれた人もいます。本当に今の自分があるのは皆さんのおかげだなって常々思ってます。皆さんもそうだと思うんですよ。この道の時代ということをね、教えてもらった人、その人のことがいなかったら自分はそこに到達しなかったかもしれない。いや、到達しますね。王の時代は自分の自由に選びながらも道が開いていますからね。ご立派な音楽ですね。あ、こっからの方が綺麗かな。あ、点灯しますかね。おー、そしてその時代ね、その時代を知った時、少なからずショックを受けたと思います。プログラムで私たちが苦しみから学んでいたこのことを知ったことにショックを受けたと思います。私はショックでした。そして納得しました。なんだプログラムかと。自分の能力とは関係ないね。自分がバカだから、自分がダメだから、自分が能力足りないから苦しいんだと思っていたから、違ったんですよ。魂の学びだったんですよ。あまりにも残酷すぎるけど、これを知った時、なんだという気持ちと、なんですとっていう気持ちがありました。ありますよね。なんか蹂躙されたような、遊ばれたような感覚ってありますよね。なんだったんだっていうね。でも私たち逆らえないんですよ、この世界の秩序には、ルールには。だから私たちはただ素直に今この瞬間を楽しむだけです。楽しんでいいよ、楽しい、ね、楽しいところから学んでねというね、社会に変わったのだから、私たちはもう自由に楽しんだらいいと思います。ただし他人を頼って他人で楽しんじゃダメですよ。おお、他人はダメだそうですよ。他人に頼らず自分で楽しみを探してください。例えば私、随分あの動画を撮るのは上手ではないですが、好きになりました。楽しいです。前はね、義務的な気持ちがありましたけど、最近は何を皆さんに見てもらおうかな、どんなことをお話ししようかな、こんなことがある、あんなことがある、いろんなことをね伝えたい、どういう方法で伝えようかなというので考えることが楽しいです。今日も今空町で撮ってますが、これもここに来て思いつきました。最近どこに行っても動画撮ると言ってみんなと離れて一人で動画撮ってます。傍から見ると何あの人付き合い悪いわねって思ってるんでしょうけど、まあ群れるのもともと得意じゃないんで、どうしても一人で行動してしまいますね。で、王の時代と出会ったっていうことが素晴らしいと思うことと、あと王の時代でね、楽に生きてほしい、楽しく生きてほしいということを周りの人に広めてほしいと思います。でその時にね、王の時代なんて言葉一切いりません。王の時代っていうね、理論があってねっていう言葉もいりません。単純に楽しもうよで良くないですか。楽しいことを続ければいつか成長していく、これだけで良くないですか。私はそう思っています。いつかもっと皆さんにラフな
王の時代を提案できることを今計画しています。簡単で分かりやすくて外人さんが理解できる言葉を作ろうと思ってます。作るというよりあるんですよ、もうすでに。これを私の中で具現化するだけです。外人さんに伝えるの難しいんですよ、習慣違うから。でもより簡素な言葉で伝えないと伝わらないんですね。苦しんでる人がいますっていう一言書くと、何を苦しんでるの？あるなって来てしまうんですよ。私一言も私が苦しいですなんて言ってないんですが、苦しんでいる人がいるので助けたい、たったこの一言でさえ外国の方はお前は何を苦しんでるのだという解釈をするんです。だから苦しむという言葉を使うだけで誤解が起きるんですね。これにはちょっと仰天しました。いや私は何も苦しくないですって言うとまた苦しみが来るわけですよ。誰があなたをいじめたのって来るんですね。私は誰にもいじめられてませんと思うんですが、どちらかというとあなたに誤解されてますと思うんですが、でもまあね、これが私の次の課題です。多くの人に簡単に楽に、ね、理解してもらう言葉を伝えるというのが私の次の役割です。だから今王の時代 1,2,3、ね、終わりました。私の中でやっと終わって 4,5、ね、4と5までは今現実的に何とかしようと思ってます。で 4,5 は、できたら同時に5月に発売する予定です。で4は自分とは、5は環境。環境ね、興味ある人いないだろうと思ってかなり部数減らします。環境とエネルギー、あとは、環境を良くするために人間は何かをやめればいいんじゃないんですよ。例えばガソリン車をねやめて電気自動車にすれば全て解決するわけではなく、水素自動車にすれば解決するわけじゃないんですよ。ガソリン、ね、原油をやめて水素に開発に行けば全て進むんじゃないんです。何が必要か、ここは人の成長です。人類が成長しなければ次のエネルギー問題には突入できないんですよ。ちょっと皆さん間違えてます。切り替えればいいと思ってます。違うんですこれは。なぜかというと、その時代は上からこうしなさい、ね、昨日までの習慣と今日までの習慣が違ったとしても誰も文句言わなかったんですよ。王の時代は違います。王の時代は全員が自分で決めるんです。だから自分が納得いかないものは一切できません。どんなに進めてもこれが素晴らしいと言ってもこの通りにはなりません。だから私たちはまず学ばなければなりません。だから学び、人としての学び、環境、エネルギー、学びをワンセットにします。これ私の中では相当難しいですよ。人類導こうっていうんだから私の中の拙い言葉でどうなっていくんでしょうね。多分皆さんがね満足する結果が得られるかどうか不明ですが、まあ、ここでね自信がないと言っちゃいけないですね。まだ何ヶ月もあります。きっと大丈夫でしょう。私も成長します。皆さんも成長します。おお、また音楽が始まった。だから私はチャレンジしたいと思います。今日はおしゃべりなので少々題材が変わってもいいですね。音楽、音楽皆さん聞いてますか？音楽はね2種類聞き方あるんですね。こうやって流した音楽、ちょっとうるさいからかなり皆さんもねうるさいなと思って聞いてくれると思うんですけど、自分の中のいらない感情を押し出す、体から押し出すときにちょっと大きな音でかけるね。ガンガンかけると体から出ていきます。もう一つは穏やかにする、自分の感情を穏やかにして自分の気持ちを落ち着ける、この2つありますね。雪だるまたちがかわいい。ちょっと今人がいなくなるのを待ちます。
音楽の使い方、あんまり大きな音で聞かない人もいると思うんですが、意外と大きな音でガンガンかけると体の外へ嫌なことが出てきます。ちょっと試してみてください。人が増えてきたのでここまでかな。あ、なんか変わったイルミネーション。このピンクがね、今ここで見ると大したことないんですが、外から見るとすっごい素敵なんですよ。上品でね、穏やかでね、でクリスマスカラーに変わっていくんですが、まあちょっと真下だとよく分かりませんね。ではまた。